はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、コインでございます。今日もステラブレイド続きからやっていきたいと思います。で、一応次のアルファネイティブの場所が判明しまして、まあ宇宙にいるらしいということなので、軌道エレベーターに向かう途中だったんですけども、仲間のリリーがね、行きたいとこがあるっていうんで、今エイドス9という場所、こちらの攻略に、着手しております。というわけで遠距離攻撃で、ね、敵を倒していきたいと思います。で、今日の洋服はこちらでございますね。先生、皆さんがね、あのイブのことをやらしい目で見てるのを知ってるんです。なんでちょっとね、服装ちょっとタイトめのね、パンツスタイルで来てもらいました。はい、皆さんもね、こういうことにならないように、やらしい目で見ないようにしてください。はい、というわけで行きましょうか。まあどっち行ってもいいんだけど、馬から行くかイカから行くかみたいな感じだね。とりあえず馬ルートから行こうか。どっちにしろ6体、はい、6体倒さなきゃいけないから、あそこにいるね。とりあえずあなた、おってあんた、あれおかしい、普通にパーリーできるようになってきたはずなのに、こいつそんなに強くないと思うくらいにはパーリーできるようになってきたはずだったんだけどな。動きとバリエーション増えてないっすか、あなた。ちょっとのせ、よいしょ、はいはいはい、よいしょ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 、はい、よっけー、レトリビューション、おいー。まったく、どういう作りしてるんだい、君は。ハンマーヘッドホース。というわけで、まあ、この先、アイテムちゃんもしっかりあるんだけど、あ、気は疲れてない。欲しいね。ナノ素材。でも、とりあえず先行っちゃおう。多分これ敵じゃなくてアイテムだと思われるんだけど。アイテムどころか、マジで何もねえわ。どん詰まり。どん詰まりですね。となると、まあ、こちら側の建物のやつらをやっていくしかないんだけど、まあ、とりあえずね、ちょっとずつ削っていきたいっすよね。これは、爆裂弾かな。え、全然ダメージ入ってない。まあ、いっか。いや、勝てえね、やっぱりね。オッケー。おい、勝てえ。勝てえ、敵が。勝った、まあ。とりあえず行くしかないということか。ちょっと待って、ちょっと待って。まあとりあえずこのコオロギの前にお前をやる、行って、とりあえず数を減らさないと。よいしょ、いい、縦ごとやると、はい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 、とな、もんでしょうかね。よし、あ、ちゃ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 で回復ジェネレーター引きなさい。ここで戦ってる限り私は無限にリジェネが入りますから。さて、ちょっとずつやるか。よし、大丈夫。あ、これ敵の攻撃を回避するためにリジェネをかけに行けばいいんだよね。終わっちゃってる。さすがにあれか、無限じゃないですか。まあだよね、知ってた知ってた知ってたよ、うん、知ってた。ちょっと逃げよう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 、いや逃げ、あれあれあれ、トゲ出ない、あれ溶け出たり出なかったり、なんかやめてもらっていいですか。はいはいはい、よし、取れちゃったね、頭が。まあ、こっちがなんかオブジェクト、ああ人間もいるじゃん、オブジェクトと人間、新人類、なんてこった。街が崩壊して水の中に沈んでしまった。気を失ってた相手に何があったんだ、それは私が聞きたい。天国への切符、宇宙エレベーター乗車券、スパイア4、高機動ステーション、エレベーター P111、座席 16B、ターミナル03、出発時刻1330、オルカエアロスペースカンパニー、ラファエル宇宙ステーション、アットジューン、
これが天国への切符だ。これを手に入れるために必死で頑張ったんだ。コロニーに化け物はいないから。いないからは安全だ。いないから安全だ。再開する方法は君が無事についてから考えよう。乗ったら連絡してくれ。天国への切符。幸せになれるといいね。よし、じゃあ先進もうじゃないかと。先進むというか、大砲を潰してくるわけだな。6機あるつつだから、まあ、6機潰してなんとか頑張りましょうって感じだね。で、今度は反対側だから一応体力はしっかり回復してから向かう。どうせ敵、倒し直したからね。よし、じゃあ行きましょうか。で、こっちがワン、こっちがワンワン。あそこにあるね、バブルが。あ、これ下のコンテナにジャンプして降りて行く感じでいいのかな。どうやって戻るんだろう。戻れんのかな。いやでもこれは行けるはず。ここの、おい、そう、正解。まあそういうことですよ。でこれ開けて、そこにいるパッツンパッツンにね、エネルギーが詰まった貴様を倒す。さあ何が出てくるかな。エイドスナイン、あなたとマザー、マザーと一つになりエイドスナインを反映させましょう。 U エイドスナインイコール M。 エイドスナインはネットワークの非公開にあります。あなたとあなたの隣人、その隣人の隣人、みんなネットワークを通じて一つとなります。エイドスタインはマザーの恩寵のもと調和するのです。恩恵のもと調和するのです。エイドスタインは自由と知恵が交わる場所です。あなた U の隣には自由を意味する線が引かれており、マザーの隣には知恵を意味する2つの線が引かれています。マザーの知恵がエイドスタインに自由を与えてくださるのです。これだけか。なるほど。で、これはどうやって戻ればいいんだい。どうやって戻ればいいんだい、これ。あ、あっちが行けそうだな。よいしょ。よいしょ。頑張れ。よし。よし、よし。これがゴリ押し。ゴリ押しハイパーやで。え、どこ、ここ。あー、なるほど。なるほどね。こういうことね。オッケー。じゃあ、君たちは無視して先に進ませてもらう。で、この先に休憩ポイントがあるんだよな。そうだね。よし、体力回復しよう。戦闘中だ？なわけねえよな。休むときに戦闘するやついる？いねえよな。というわけで行くわ。で、この先タコがいる方、こちらが、向かうべき方向という感じですね。なるほど、これ上からジャンプするんじゃなくて、無理やりあそこの下から押し通る感じでよかったのかな。さあ、はい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 。OK。トン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 。OK。はい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 。オッケー。トントン、てい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 。いて、やるじゃん。いやー、やるじゃん。ガードボタン押してたはずなんだけどな。押してたつもりになってただけか。見てくれみんな。立派な花火がいくつもいくつも打ち上げられてるよ。そこにもおるんか？そこにもおるんかや、立派な敵が。あー、まあ行けそうだね。まあとりあえずこっち行きましょうか。で、建物の中。で、建物の上。となると、まず建物の上のこいつをやるしかないんだけど。逃げるね。逃げるね、あなた。ガードが間に合わないな。大丈夫。速い動きのやつが混じってくると大変だな。レトリビューション。
かっこいい。さて、じゃあ建物の中見ていきましょうか。この中入れるってことだよね、これね。え？なるほど。おいあぶねえ、あぶねえ。死ぬとこだよ。ショットガン、スティンガー、スラグダン。で、向こう側になんか転がってるのが、爆弾。ちょっと待って。これは普通に、スラグダンに変えとかないと、よろしくないですね。と、こんなもんか。はいはいはい。アンブッシュできるかどうかっていう差ですね。さてと。あ、で、レールはもうあそこで途切れちゃってるから、アイテムもないね。こっちから行くしかなかったと。ルートはもうこっちが正解ルートだったんですね。よし、到着。では、上に行くんだけど、下に行けそうじゃないこれ。なんか下行けそうじゃないこれ。行けないか。行けないか、これ。行けないか。うん、特に何もないということで。ああ、いるいる。いるいるいる。敵さんがいっぱいおるわ。まあ、中入ってや。敵さんがいっぱいおるわ。敵さんいっぱいおるわ、これ。行くしかないっすね。あれ開かない嘘。あ、これ下から行く感じ。そしたら。さすがにこれジャンプでいけないよね。ここ乗ってさ、ここ乗って、ああ、宝箱あるわ。宝箱ありますんで、中身頂戴して、ここからこう、入れない。入れないわ。なるほどね。なるほど。じゃあこれ下からこう行くしかないよっていう感じですね。こっちから回り込めると。あれ？この作りなんかどっかで見たことあるな。駐車場だ。どっかの駐車場であったな。これ、エイドセブンの方の駐車場じゃない？確か。ビットコイン。さあ、ジュース買っちゃおう。というわけで休憩入ります。はい、休憩終わります。じゃあ行きましょうか。ああ、これ、じゅんぐりにやっぱ登っていく感じだね。一番下から、一番上を目指す。そういうパターン。これ、赤。ない。赤ぬもん。目の前のやつは、オブジェクトじゃないのか。レギオ兵292の追憶。こちらヒッペリオン対レギオン292。我々は町の外れに隠れ機会を伺っていた。だがその機会は訪れなかった。空からコロニーの破片が降り出し、ダムに亀裂が入ったとの報告を受けた。ものの数秒で町は水に沈んでしまった。なるほど。大変だったんだね。さて、ゆっくり進んでいきましょうか。こいつは大事なもんだな。解く。いや、もうほとんど拾えない。ほとんど拾えない。あー、そこが沈んでるわけか。あ。ん？これなんかいけそうだけど。いや、いけそうだよね。どうやって行くんだかわかんないんだけど。どうやって行くんだろう。上、ああ、これ外、外側だ。上の階行ったら忘れずに下降りるって覚えといて。いや、覚えといてくれ。あの、上行ってから下に戻ってくるって覚えといて。ちょっと。多分サイドから入ってくるパターンだから。よし、このフロアは特にアイテムないね。あれだけだ。入れそうだけど入れない、あそこだけだね。入れそうで入れない。でもちょっとだけ入りにくい、あそこだね。そこだけ。外側から拾ってくれば OK。これ上行って。よし、ショート。はい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 。
2回3回目があるよね。よいしょよいしょ。で1人片付けた上でもう1人にも致命傷を与えている。うん、オッケー。おい、いいね、かっこよくない？はいはい、バラバラ、はいはい、バラバラ。というわけでこちら側行くんですけど、あ、なんか隠れたね、これ何これおはようございます。起動してしまったようですね。ショットガンでどれぐらい削れるか。全然削れない、全然削れなかった今。でブンブン、あれ2回じゃないの。オッケー、大丈夫。いやもう何回来るかよくわかんない。はいはい、よいしょ、バラバラーン、バラバラ、敵の体がバラバラ。ドドンドン、ドッカンコ、はいはいはい。あーもう1回だけなんか2回回転しなかったっけあなた。いやー間に合わなかった。はいはいはい、とレトリビューションやるまでもない。お前なぞにレトリビューションやる必要ないわ。でこっちにアイテム、これこれそんな固まってんじゃねえよちっちゃく。もっと勇気を持って踏み出しなさい一歩。そうそう2回来るよね。はいはいはい、 OK、 レトリビューション、グリッドな。はい、お疲れ様です。司会衆、ああ、あなたか。これは開けて中身をちょうだい。まあまあですね。さてこの部屋何もなしドラム缶が軽い。おお、お前らか。あれ、頭鉄球じゃんお前ら。さてあのコオロギ、コオロギ、コオロギには背中からやりたいけどダメか。縦砕き、ちょっとこっち来なさいよ。いや2回行くの分かってるんですけど。はい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 、いや、はいはいはい、よいしょ、レトリビューション、よし、ふう。中からは先に進めなそうです。外に出るしかなさそうだ。あれ、これん、こっちも行けるんだよな。あ、上に行くってことね。はいはいはい。いやでも、まずこっち。で、下の階の、アイテムを回収。ん？ああ、ああ、なるほど。もう、こう来るしかなかったってことか。OK、OK。これで中のやつを取れると。いただきます。みんな死んだ。唯一生き残った自分は必死に生にしがみついている。反撃なんて無理だ。逃げることもできない。今日でこの苦しみを終わらせよう。大変だったんだね。というわけでアイテム回収。まあこんなもんか。まあこんなもんだよな。シュッと。これ上行けるね。るね。上行けるね。るね。で、これ上の階に普通に行けるけど、先に登って、結構いろんなとこ行けんな。ちょっと待って、これ外側からしか行けないって言ってたけど、階段自体はあったんよね、目の前に。
ここの先のところ。これ。あー。いけないわ。これいけないわ。なるほどね。いや、いけない？嘘。いけるだろ、これ。これ、行こうと思えばいけるぞ。ちょっと気合足りてないっすね。気合が足りてない。まったく。行こうと思えばいけるのに。ただ行かないだけだよ、あれは。ちょっとね、横着は良くないと思います。僕は横着良くないと思いますね。そしたら、まあ、とりあえず出て、まあ、こっち側行ってみましょうか。で、上行ける、上行ける。上は、え、そこの足場行けない、行けないのかな？行けるよね。オッケーオッケー。あー。なんだこれ、来たからなんだというやつ、もしかして。あ、違うな。いけるいける。これ下、下？これ帰り道だな。これ帰り道。で、これ下に降りると。あ、なんか服っぽいの置いてあるわ。いいね。いいですね。あの、ちっちゃい、ちっちゃい箱はいいアイテムだから。これいいアイテムですからね。パンクトープス。さてと、パンクな服を手に入れたところで、先へ進みましょう。よいしょ。あ、よいしょ。あ、よいしょのよいしょと。で、上に戻っていくと。はい。で、仕方ないから、この、ごじゃごじゃしたエリア、頑張っていくしかないわけですよね。これ、いけるかな普通に。あ、大丈夫、大丈夫。いける、いける。で、これ、飛んで、コオロギさんに見つかってなかった、今。気のせいかな。え、これは、あー、普通に中入っちゃっていいわけね。で、敵さんが、あっちとこっち、そっちとこっち、どっちもいる。こいつ、背中がどっちだろう。うずくまってるんだけど、よいしょ、こいつこいつ。え？嘘？レトリビューションできないのか？仕方ない。よいしょ。いやいや、そんなに、殻にこもるな。お前引きこもるんじゃねえよ、そんな風に。殻に引きこもってないで、外のやつとちょっと遊びなさい、ちゃんと。まったくしょうがないやつだっすね。で、そこでフラフラ歩いてくるやついるじゃん？そいつ。そいつに対しては、背中からさ、一発でアサシネーションしたいわけですよ。意外と探知範囲が広いから、ほら。はい、はい。いやー、マジやってくれるわ。マジやってくれるわ、お前。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。レーザーブレードみたいな色仕上がってよ。ちょっと待って、強い。いや、ここは戻るのめんどくさいから、ポンプ使って復活しちゃって。いや、攻撃力高くね？あれ、そんなに私、減ってたかな？体力のゲージなんか全然見てなかったわ。ゲージ全然見てなかった。あれだね。とこは出ちゃったな、悪いとこ。さて、じゃあ、こいつとやりましょうか。アンブッシュ、いけるんだったらやっちゃうよ。はあ、ありがとうございます。アンブッシュできるとありがたいね。で、そこにいる卵はね、この卵はよくわからんだよな。さっきもアンブッシュできなかったしさ、アサシネーションしたいわけですよ、僕としましては。いける、アンブッシュ。このしましまのやつはアンブッシュしてさっさと消したいわけ。はい、ドドドンドンからのドン。はいはいはい。ふう。オッケー。はいはいはい。はい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 と。ふう。で、進むべきはこちら側。あー、コオロギさん、ちょっと。
バレてる。よいしょ。はいはい。よいしょよいしょよいしょ。その手どうにかなれませんかね。よいしょ、盾ごと。いやー、みゃー、分かってるんですよね。何が来るか分かっててもガードじゃなくて攻めたくなってしまうね。悪いとこが出ちゃうんですよね、どうしても。よし、ふう。タンブラー使って回復。とりあえず戦闘始まる前に。見つけた、コクーンです。すぐに始末するぞ。やっぱ数が多いです。だよね、どう見ても数多いわ。でこれ、ああ来てくれんの。助かる助かる。一人ずつ釣ってこうかなと思ってたんだけど、一人ずつ来てくれんならいいよ。え、嘘気づいてたやないか。俺に攻撃してきてましたよね、先ほどね。何あいつ。ダムが今にも決壊しそうだ。エイドスナインはもうダメだ。逃げろ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 。よし、あ、一人ずつ引いていこう。気を引いて命を取る。いいね。いいね。いいね。あいつ、いいね。おいおい、はい、はい。よいしょ。いいよ、いいよ、いいよ。俺、いいよ。OK、ナイス。でレトリビューション、忍殺完了。さてちょっと軽いやつから引いていこう。軽いやつから気を引いていこう。え、来ないの、あいつ来ないんか。あ、来た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 。よし、あの目玉の親父も来てくれてるね。はいはい。あれ、待って、倒せちゃう。さてと、また気を引きましょうか。弾を節約しつつね。ちなみにあいつまで届くかな。あ、届くんだ。まあいいや、届く届かないの問題じゃない。来てくれるかどうかが問題だから。めっちゃ探してる。ああ、縦のやつ帰ってっちゃった。縦の人帰ってっちゃった。そうかそうか。よしよし、君は来な。そう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 。ゆっくり。あんよが上手。あんよが上手。あんよが上手。まあ、物は投げちゃいかんって言っただろ。ちゃんと物は投げちゃダメだって言ったでしょうよ。ほら。なんてやつだ。やっちゃいけないって言ってることはすぐやるんだから。よいしょよいしょよいしょ。あれ、そんなもんか、そんなもんか。お前の力は、お前の力そんなもんか。まだいけるだろう、まだいけるよな。よいしょ、はい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 。とプル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 。まずはレールをたどるのが良さそうだな。まずはレール、まずはレールな。 OK、 分かった、任せてくれな。とりあえず、あ、ちょっとタイミングが全然合いませんでした、ごめんな。はい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 。よいしょ、レトリビューション。
よし、コオロギ狩り完了して、とりあえずここを開けておくと、よいしょ。これ絶対反対側からも開いたでしょ。で、道が2つに分かれてて、こっちがビル。まあレールの方行くのがいいって言ってたから、レール行くか。こっちだっけ。あ、向かう先そちら側で言ってくれてるもんね。レールで行こう。僕は指示に従う男。まあだけどイブが指示に従うかどうかはまた別の話。てかレールもすごいなこれ。ぐにゃぐにゃやないか。どうしたのこれ。何のレール、モノレールかな、なんかのレールかな。すげえ。はるか先までレールが伸びてるんだけど。とりあえずそっち倒しに行きましょうか。まずはあなたを、盾ごと貫く。よいしょ。はい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 。よいしょ。OK、大丈夫。3発目あったか。よいしょ、よいしょ。そのさ、武器と盾一緒にするのはね、よいしょ、よくないんじゃないかと思いますよ。武器壊れちゃったら盾にならなくなっちゃうでしょ、それ。はい、レトリビューション。ボシと。お疲れちゃん。よし、そしたら体力回復して、で、そう、タコがいるんだよな。トントン。いて。隙がでかいな、強攻撃が。ちま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 こっちで削っていった方がいいかしら。おっと。レトリビューション。よいしょ。オッケー、完璧。で、ゴミみてえなやつらがまた周りうろついてるから、なんとかして倒しておきたいですね。まあ、一匹ずつ釣っときましょうか。相変わらずね。あれ？来た来た来た。来た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 。さあ、次、次、おかわり、おかわり。おかわり、おかわり。おかわり、おかわり、おかわり。おかわりなく。よいしょ。よいしょ。トントン。うい。ちゃんと避けて、殴ってく。殴ってく。殴ってゆくよ。はい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 。よし。うん、こんなもん。あれ？おお、ここで終わりか。よかったよかった。いや、ここはまた延々に道伸びてたらやばかったな。レギオン兵282の記憶。町は大きな波に飲まれた。町の瓦礫とともに水、水面には死体が浮かんでいた。通信システムをダウンした。あの気味の悪い昆虫みたいなのはきっとネイティブだ。こんなこと言いたくないが、どこか俺たちに似てたんだ。違う。昆虫がお前に似てたんじゃなくて、昆虫にお前が似ていたんだ。わかるかい？新人類の皆さん。旧人類からのお願いだよ。というわけで、こちらの見学は終わりましたと。そしたら、はるか伸びるレールちょっと辿っていくしかないかな、これ。どこまで行くか分かんないけどさ、行けるとこまで行くしかないよね、レール。こちらから帰ればよろしいかな。よいしょ。あー、てか、あそこにいるやん。いるやん。あー、なるほどね。そういうことね。よいしょ。はい。おいおい、大丈夫。意外と体硬いよ。OK。はいはいはい。はい。OK、大丈夫ですね。意外と枯れちゃうんですね。ああ、ただのガードになっちゃった。けど大丈夫。なぜなら相手は死ぬから。で、レール脇のやつで、あれで4体目？
かな。で、ビルであと2体いる感じでしょうか。あれ、なんか取り逃しあった今。気のせい。さて、まあ、レール上またあの、うねうねタコ宙がいそうな気がするんですけど。うわ、これどこまで行けんだ。めっちゃ、マジジェットコースターになってんだけど。街はジェットコースターですよ。これ回収。51円。ああ、で、そっから向こうのとこ行けそうだけど、まあ、その前にこっちだよね。こっちだお。結局、高層ビルを見に行かなきゃいけないから、行き着く先は一緒だと考えて。いや、めちゃめちゃ遠いんだけど、なにこれ、どこまで行けんのこれ。ガチめにジェットコースターじゃねえか。え、なに、本当にジェットコースターになっちゃった。なんてこと、なんてこと、なんてことでしょう、これは。いいのか、これ。いいのか、いいのか、行っちまって。どこどここれ。え、水没都市。いや、あの、戻りてえ。いや、あの、戻りてえ。本当に滑るとは思わなかったよ。もう、マジかよ。まあ、休息するしかねえな、一回。立ち上がる。え、どこよ、これ。どこよこれ。ちょっと、何かいるし、何かいるし、 あれ、え、いつもの人じゃん。え、そんなかっこよく、なるほど、そういう感じか。なるほどね、いっぱいいるってことね。爆発お願いします。よいしょ。いやー、マジで派手に出てきた割にはいつものやつだったからびっくりしたわ。逆にびっくり。それ初回登場時の演出だろ。それは初回登場時の演出だって。あれ、なんか、おい、出て出て、よいしょ。あー、なんかめっちゃ出てくる、めっちゃ出てくるわ。よいしょ。はい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 、いて、よいしょよいしょ。まだ生きてる。で、バーンつってグルリンパが2回来るわけでしょ。そこを私は殴っていく。 OK、 はい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 。いや、マジで敵めちゃめちゃ湧いてくるやないか。よいしょよいしょ。 OK、おい、オッケー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 。要件は済んだぜ。雑魚の連戦ってところか。後ろ回り込んで、失礼しまーす。はい、はい。はい、はい、はい。よいしょ。分かってるんだけど、いけないね、なかなか。レトリビューションしたいとこなんですけど。いや、マジでね、分かってはいる、分かってる、見えてはいるんですよ、ね、あの、心の目では見えてるんだけど、体がね、反応してくれないといかんせん。レトリビューション失敗してる、レトリビューション失敗してる。はい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 、よいしょ。 OK、 はいはい、よいしょ。はい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 、おいっと、スラグダンなくなっちゃった。大丈夫、でも大丈夫。よいしょー、おしめが、ここでの戦闘はおしめが。よし、いや、もう光が見えるからこっち行きたくなっちゃうんだけど。あー、なるほど、上に行けって感じか。え、マジでこれどこ連れてかれてんの。ちょっと待って、あの、全然、あの、目標地点と違うところに来てる気がするんだけど。
とりあえず体力回復してからにしよう。とりあえず体力回復しよう。死んでまうから、死んでまうからな。こっちはさすがに、行かないよな。水没してるよね。水没してるし、アイテムもなしでいいかな。よしよし、なしっぽい。なしっぽい、ちょっと、やめていただきたいですね。で、これ、どうやって帰るんだろう。帰り。帰り、どうやって帰るんだろう、僕は。行きたいとこ行けるんだろうか。これでまた戦闘始まったらちょっと笑ってしまうんですが、そういうことにはならなさそう。さすがにないっすね。さすがになかった。さすがにね、そこ、さすがにね、さすがにね、そこを信じてたよ。ああ、コンテナある、コンテナ。コンテナあったわ。見逃してた。よし、危ねえ、危ねえ。で、いただきます。上級な素材、毎回これ出てくるな。使いなよってことなのかな、早く。貯めてないで。溜め込んでないで使えないってことなんだろうけど、あ、めちゃめちゃね、私も使おうとは思う意思はあるんだよ。でもなかなかな。ああ、これだけ仕方ない。さて、じゃあ行きましょうか。よいしょ。うわー、届いたか。あー、びっくりした。届かないかと思いました。いや、どこ乗ってるん。どこ乗ってるん。ソーラーパワー。さて、あー、あるある。いいよいいよ。中身は、あー、まあまあまあいいね、まあまあいいね。失礼、なんかぶち殴っちゃった。マイクをぶち殴っちゃいましたね。さて、そんでは、なんか下っぽい雰囲気あるな。あ、でもこっち側か。で、これアイテム？あー、上？上？オブジェクト回収。引用一覧。嘘がなければ我々はこの世に生まれていない。ラファエル・マークス。我々が事実として認知していることは必ずしも真実とは限らない。真実のみが存在する社会はいずれ滅ぶ。ラファエル・マークス。我々は繋がってなければならない。皆が一つにならなければ答えは得られない。ラファエル・マークス。ラファエル・マークス。ラファエル・マークス。ちょっと待って。それはいいとして。おかしい。いや、僕ね、ちょっとこちらじゃない気がするんですよ。いや、こちらでもいいんですけど、あっちから来たじゃない？そう、こちらから。で、ほら、これ、つながってんのよね。下降りられるじゃない。こういう、こういうことはできる以上、下行くしかないっすよね。どこ、これ。さっき戦ったところとはまた別だね。いや、同じだったらちょっとがっかりなんだけど、まあ、これもあるし、多分そうだね。違うよね。開く。赤い赤い赤いぞ。上級ポリマー素材。赤い。実に赤い。あの看板も赤かった。これなんかいるかな？何もないパターンもあるからな。何もないパターンも全然あるからね。あ、何もないパターンか。本当に何もないパターンな気がする。だって水の中入れんよね、さすがにね。よし。じゃあ上級ポリマーだけあったと、そういうことでいいかな。さて、じゃあ、上に戻りましょうか。上に戻りましょうか。上に戻りましょうか。そして上に戻りましょうか。よいしょ。さすがの身体能力。私、間違いなく1段目いけた。だが、その後は死んでますね。つかみ損ねて、死んでますね。顔面とか顎とか、壁面にすりつけて死んでますね。よし、というわけで戻ってきたので、こちら、登ってみましょうか。うん。まず、まず。
ロープにコンテイナーだな。開けます。向こうにもコンテイナーある。あー出た、いきます。あーよかった、アンロック。これがでも一番やりやすいわやりやすい、頭一番使わない。よしよいしょ、勢いつけてジャンプ。いて、向き合ってる、向き合ってる、これ。いててい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 て、向きどこ向いてんのイブ。そうそうそう、そうじゃない、そっち向きじゃない。どこ向いてんのこれ。あっち行くのね。オッケーオッケー。よいしょ、ふう、危ねえ、ディズニー危ねえ。あそこに黄色いバーがあるけど、てかどんどんあの目標地点から離れてってる気がするなんかどんどん目標から離れてる気がするんだけど、気のせいかな。よし、まあとりあえず、あー WB ポンプありがとうございます。お前も WB ポンプありがとうございます。よし、で G を手に入れて、あーなるほど、そちらから建物外へ、外から中へ、中からまた外へ、手でやる前にまあそこ行くしかないわけですね。 OK、 というわけで今日はこの辺で終わりにしたいかな。ちなみにこれ上ちょっと覗いていいなんかイベント始まりそうじゃない。なるほどね、なんかボスっぽいやつらいるわ。というわけで今日この辺で終わりにしたいと思います次回またこの続きからやっていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。というわけでここまでの語りは私コインでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。新しいお洋服作っちゃおう。というわけで終わろうと思ったんだけど、ちょっと待ってっていうところで、あの休憩休息のとこ緑色になって、なんか会話あるっぽいんで、これだけ聞いて終わりにしましょう。それにしてもよくこんな場所で生き延びられたな、リリー。ああ、ポットの中いなかったっけ最初。それには理由があって。理由？うん、なんでもない。あ、ほら、そろそろ行こう。ふん、気になるな。気になるね。というわけで改めましてこれで終わりにしたいと思います。そんではまた次回お会いいたしましょう。